後継ぎ不足で変化する母事情一番人気は、樹木葬、田村厚氏は、海洋散骨を決断、現役葬儀社員が実情を解説。猛暑が続く日本列島だが、8月の半ばといえばお盆の時期。実家に帰省し、墓参りをした人も多いだろう。そんな中、昨今激しく変わりつつあるのが墓事情だ。古来、 墓といえば、拡充型の墓石に毛の墓と刻まれたスタイルが多かったが、最近は背の低い墓石に、新ありがとうなど位置を添えたものや、維持管理や墓参りが大変といった理由から、墓石を持たないマンション型の自動搬送式納骨堂も人気。さらには子供に負担をかけたくない、後継ぎがいないなどといった理由で、墓そのものを作らない散骨も注目を集めている。 そうした中、火葬が終わった後の遺灰を海に巻く海洋散骨をすることに決めたと7月末に X、旧ツイッターで報告したのはお笑いコンビロンドンブーツ1号2号の田村敦氏50だ。田村さんによれば、夫婦で話し合って海洋散骨をすることに決めたとのこと。田村さんはお母様が生前墓じまいをしたため、 受け継ぐ墓が存在しないことも散骨への後押しとなったようです。ちなみに海洋散骨をした著名人は、これまでにも石原裕二郎さん、石原慎太郎さん兄弟、立川男子さん、X ジャパンのハイドさん、勝慎太郎さん、安岡力屋さんなどがいます。芸能記者。葬儀社に長年勤務する現役社員で、考える葬儀屋さんのブログ、管理人の赤木弘明氏が、 最新の納骨母事情を語る。お墓に関するウェブポータルサイト E お墓が実施したお墓の消費者全国実態調査2024年によれば購入したお墓の種類で最も多かったのは墓石の皮に樹木をシンボルとする樹木層で48.7%。木木層が一般部を上回ったのは20年で以来一貫してトップです。 一方で一般墓は18年に46.7%を占めていましたが年々減少し、今回の調査では21.8%という結果でした。また、この調査で特徴的だったのは、墓は墓でも後継ぎ不要のお墓を購入したとの回答が64.1%と、昨年度の41.4%から一気に伸びたこと。墓を継ぐ、 ついでもらうという意識が薄れつつあることが浮き彫りになっています。赤木氏、後世に自身の墓を引き継ぐ必要がない樹木層が人気になる一方で、まだ,まだ海洋散骨は広がってはいないという。前室の赤木氏は、遺骨に対する執着がある、と指摘する。樹木層は、文字通り樹木の周りに遺骨を埋めるという供養の方法です。 やはり何かしらそこに遺骨が埋まっているという事実と手を合わせてもらう対象があるという点が人気の理由なのだと思います。赤木氏。一方、自分が死んだら海洋散骨してほしいという人はアンケートを取ると1割ぐらいいるそうだ。ただし、実行できるケースはそのうち1から2%ほど。この理由は代々墓があった場合、寺が反対するからだという。 いざとなると、親戚の中からもお骨が全くなくなるのは寂しいと反対の声が上がりがちです。三国連太郎さんが亡くなった時、海洋散骨を希望されていたのに、息子の佐藤光一さん、63んはそうせずに墓石を立てたことはよく知られています。また、折衷案として、半分巻いて半分手元に置くといったパターンもあります。全同。海洋散骨では、 船をチャーターしてパウダー状にした遺骨と花を海に巻くというプランがベースで価格は20から25万円ほど自分たちの代わりに業者に巻いてもらう代行産骨なら5万円ほどで済むそうだ代行のための遺骨は U パックで業者に送るだけなんとも事務的にも思えるが赤木氏はもはや仮想場が預かって処分するという流れが今後の主流になるのではないかと見る お墓を買わない人が増えると、寺は廃業に追い込まれ、身寄りのない人が入る永代供養墓もなくなります。身寄りがある人も、散骨を含め子供たちへの手間をかけたくない。そうすると、遺体を焼いた後の遺骨の行き場がなくなります。もともと、関西では遺骨を一部だけ拾って残りは仮葬場に置いてくるというスタイル。 関東では基本的に全部の遺骨を骨壺に収めるのが主流でしたが、大手仮想場東京広吉が2022年から遺骨の一部だけを遺族に渡し、残りは引き取って永代供養をするというご遺骨部分引き取り供養サービスを始めています。大手が始めたことで今後、関東でも広がる可能性は大きい。今後の価値観の変化によっては、 一部と言わず全部の遺骨を仮想場側で引き取るようになってもおかしくないと思います。どう一年に一回、個人を忍ぶとともに、供養のあり方を考えさせられる時期だ。海洋散骨体験をしたという田村敦氏。コメント欄には、大賛成、参考になります。など様々な意見が寄せられた。